トム、寝相が悪い。昨日の夜、俺蹴飛ばされた。痛かった。あら?ミカン、トムはまだ起きないの?うん。困った子ね。お母さん、俺に任せて。まだお休み中?今日はどうやって起こしましょうね。まずは静かに。まあよく寝てる。おり。うるさいな。トムくん、起きなよ。遊ぼうよ。うるさいな。人がせっかく寝てるのに。冬休みなんだからゆっくり寝る。うわっ、もうしょうがないわね。トム起きない。しぶといのよ。そう、お休みになるとあの子いつもこうなんだから。困った子ね。ほんと年の暮れで忙しいっていうのに。草薙さん、荷物です。はーい。ハンコお願いします。はい。お歳暮かしら。どうもありがとうございました。ご苦労様。お母さん、ハンコって何？え？ほら、これがうちのハンコ。面白い。俺も欲しい。みかんのハンコ？みかんはハンコ持ってるわよ。ほら、これがみかんちゃんのハンコ。わあ、お母さんこれ貸して。いいわよ。でもお部屋汚さないでね。うん、俺のハンコは手のひらにある。これ右手、これ左手。みかんたら。ペト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 。あ、トム。あら、やっと起きたの。早くご飯食べてね。お母さん大掃除でとっても忙しいんだから。ねえ、なんでお母さんあんなに忙しいの？え、年の暮れだからさ。年の暮れ？一年の終わりのこと。大掃除して家をきれいにしてお正月を迎えるの。へえ、大変なのね。トム、福引きを引いて帰りましょうか。3回くらい引けるはずだから。最後の1回よ。頑張ってね、トム。よし。はい、ご当初。また石鹸。はい、お母さん、石鹸は当分買わなくていいわね。三等賞。イカ子、シダ子、ヒメタラの干物、ソフトカワハギ、おつまみセット。福引き引きたかった？どうしてあの時引きたいって言わないんだよ。だっていつも人前で人間語喋っちゃいけないって。そりゃそうだけど。引きたいよ、三等のおつまみセット。俺絶対欲しかった。みかん、福引きって引いても当たるとは限らないのよ。俺当てるもん。トムみたいに5等ばっかり引かないもん。好きで5等当てたわけじゃないよ。困ったわね。あれが最後なの。補助券なら3枚あるけど。お母さん、それがあれば引けるの？補助券10枚で1回引けるの。10-3、あと7枚あれば引ける。でもその7枚がね、暮れの買い物もほとんどしちゃったし。そんな顔するなよ。友達に券が余ってないか聞いてみるから。トム。任しとけ。福引きの補助券？余ってたら分けてほしいんだけど。甘い。そんなもの残ってるわけないじゃない。そうだよ、みんな引いちゃったよ。トム、お前まさか一等当てようなんて思ってるんじゃない？違う違う、どうしても福引きを引きたいってみかんが言うんで。それでみかんちゃんが？もういいや、みんな
気にしないで。いいのいいの、なんでもないの。トムだけに任せておけない。俺は俺で何とかせねば。さも鳥肌立つ。おつまみセット。ボタン、起きてよ。あ、みかん、こんな寒い日によく外に出るね。これ持ってない？持ってない。ボタンじゃなくて、ほら、飼い主のお姉さん持ってないかな。持ってたけど、日曜日に全部石鹸に変えてきたの。トムと同じ。補助券なんてない。喫茶店では補助券なんて渡してないもん。お前だけが頼りだったのに。うちより健三のとこ行ってみれば。あいつんとこ魚屋さん、お客に補助券渡してるはずだ。あー、黒ぼじくん、頭いい。猫は寒さに弱いのにみかんよくやる。でも福引きなんてなんで。ねえ、正月用品なら何でもあるよ。買った買った買った。それ数の子に荒巻き鮭、タイにかまぼこ。はい、奥さん、お釣りと福引きの補助券ね。毎度あり。あ、補助券。みかん、補助券ってこれ。あ、そうだわ、これ3枚しか取れなかった。3枚でもいい。ごめんね、お店のものには手をつけないっていうのが魚屋の猫の鉄則なのよ。健三って偉いのね。困ったな、任せとけなんて言っちゃって家に帰れないよ。草薙くん。あ、京子ちゃん。探したのよ。え、何か僕に用？福引きの補助券、あれから帰って探したら3枚だけあったの。これだけじゃ引けないけど、役に立ったらって思って。京子ちゃん。それじゃ遅いから、またね。京子ちゃんって優しい。これだけ歩いてるのに補助券落ちてないよ。全部合わせて9枚。ダメなの？福引き引けないの？あと1枚足りないの。そんな。おつまみセット。あ、みかん、みかん。お母さん、すごい熱。きっと風邪だわ。寒いのに遅くまで帰ってこなかったから。みかん。草薙さん。仕方ないだろうが、お前が悪い。風邪ですね。大したことはないから薬だけあげましょう。猫は寒さに弱いから気をつけないとね。病気になる前の予防が一番だから。え？わあ、補助券。一応3日分の薬出しときま。ああ、これ買い物に行ったらもらったんだけど、トム君いる？本当ですか？僕は行く暇ないから、よかったら使って。僕、もらいます。はい、いただきます。はい、あんして。みかんくんにはこっち。お、先生、ありがとう。ありがとうございます。まさか病院で福引きをいただけるなんて。このお方はずっと怖い方だと思っていたけど、実は偉い方だったんだ。猫が福引き引くの？すいません、うちの猫やるんです。夢にまで見た福引き。おつまみセット。器用な猫。どうせまた石鹸よね。でもやらせれば気が済むんだから。すごい、猫が当てたわ。え、これは大当たり。
特賞海辺の温泉の旅2泊3日無料ご招待。うわーい、やったー。おつまみは？やったやった、うわーい。え、福引きで特賞？嘘みたいでしょ。うちって全員くじ運だけは悪かったんですよね。そう、自慢できるくらい悪かった。なのにみかんがちょいっと回しただけですごいわ。みかんちゃんたらやっぱりただの猫じゃないのね。やめてよ、うん、俺は世界一運の悪い猫よ。くせえ愛しいサキーカー、サキーカーみかんバカだな。みかんが当てたのは海辺の温泉旅行なんだよ。海といえば魚介類の宝庫。サキイカどころか生のお魚が丸ごと泳いでるのよ。そう、マグロにカツオにイカにタコにエビにシシャモがいっぱい。そうなの。みんなみかんちゃんのために泳いでいるようなものよ。俺って世界一運がいい猫なのね。食べたい、早く海食べたい。うんうん、腹壊すほど食いに行こうな。食いたい食いたい食いたい、はあ、家族旅行ができるなんて嬉しい。ほんと家族4名様なんて粋だよね。ぴったりぴったり4。ご家族って猫も含めて。え、いいんでしたっけ。え、なに、猫は海食べちゃいけないの。え、海っていうのは場所のことなんだけどね、食べるのはその後なの。ホテルって猫止めてくれるのかな。やだ、俺も行く行く、みんなの行くとこ俺も行くからね。海食べるよ。あなた、商店街に掛け合ってみましょうか。特賞の旅行とおつまみセット交換してくださいってか。ダメ、そんなのダメ。俺みんなと一緒に絶対海へ行く、行ってみせるから。ひえー、みかん、みかんの言う通りだわ。そんなに簡単に諦めちゃいけないのよ。お母さん、みかんに引きずり込まれちゃってる。ねえ、みんなで考えましょう。みかんを連れて行く方法きっとあるはずよ。トム、すげえ、特賞当てたんだって。あの見たわよ。福引き所の前に特賞草薙藤次郎様っておじ様の名前が張り紙してあった。この玉の輿、シンデレラボーイ。変な才能あったのね。あ、ちゃうちゃう、僕じゃない、引いたのはみかん。ちょっといたずらで回させたら当てたんだよ。うん、何はともあれめでたいよ。お土産何がいいかな。お菓子がいい。ホタテの燻製とかもいいぞ、うん、間違っても観光地の木のプレートなんか買ってくんなよ。そう、鈴のついたダサいの。わかってる。ねえ、みかんどうするの、連れていくの。うん、猫は無理なんじゃない。連れてって迷子になったら大変よ。迷子？え？迷子に？うん、あいつならありえるでしょ。友達がペットショップか知り合いに預けた方がいいって。何？そんなこと僕嫌なんだ。ええー、でも無理して連れて行って行方不明になったらもっと嫌だ。行方不明？あいつのことだもん、おとなしくしてるわけないよ。僕らとはぐれて迷子になるのは目に見えてる。そうね。ぐぐ、否定できない。だからみかんを置いてでも旅行へ行くか取りやめるしかないと思うんだ。そんなだってせっかく当たったのに。それならお母さんみかんと残るわ。それじゃあ家族旅行の意味ないよ。俺はどうなる、どっちにしろいけないじゃねえか。みかんがもう少しおとなしい猫だったらね。信用まるでない。草薙さん、回覧板ここに置きます。あ、はい、すいません。トム、ハンコ押して回覧板を隣に回して。そうだ、俺がいい猫でお利口だって分かってもらえばいいんだ。回
階段板折り回してきます。みかん、みかん待って。お母さん、年末のゴミ出しは28日までだって。あ、そうなの。お母さん、え、まあ、お隣へ回すんだぞ。これ、あの、回覧板です。子供が、あの、トムがちょっといたずらしまして、すいません。僕のせいにされたじゃんか。そんなつもりじゃなかったのよ。ま、いいけどさ。ごめんね、ね、ね。いつものことだもんね。あ、みかん、留守番してて。お醤油買ってくるから。お母さんに頼まれたんだ。俺行ってくる。俺何でもできるから。みかん、無理だよ。何としても頑張らねば。あら、お醤油のパック持てない。どうしよう。そうだ、ももぎくん、お買い物付き合って。おお、犬と猫が買い物に来た。よお、お醤油一本ください。お金はお財布から取ってください。だってすごい。どうやってしつけたんだ。みかん、俺もういい、諦める。やっぱり日頃が日頃だもんね。みんなが心配するの無理ないよ。留守番してるわ。3人で行ってきなよ。その代わりお土産買ってきて。ももじと友達の猫の分。あ、お母さん。あ、はい。3日分のご飯忘れないでね。1日目はマグロの水煮がいいな。あとは猫缶とカリカリでいいから。みかん、おやつもあるといいな。でもなるべく早く帰ってきてね。ねえ、やめよう。みかんがいけないなら旅行なんてやめよう。トムのバカね、たった3日じゃん。そうだ、たった3日だ。こうなりゃ意地でもみかんを連れていくぞ。え？お父さんは何にもやらないで諦めるの嫌なんだ。あなた、やるだけやってダメなら帰ってくればいいよ。ホテルで断られたら日帰りだっていいじゃないか。みんなで海を見て思いっきり魚食べて。そうね、それだって立派な家族旅行だわ。俺行けるの？海行けるの？そうだよ、みんなで海に行くんだ。本当？いいの？いいの？当たり前じゃん、みかんはうちの家族だもん。あ、やったやったやった、わあ、やった。というわけで、僕たちは家族みんなで海辺の温泉に行くことになりました。海ってあんなに大きいのね。だったら魚もきっともっと大きくていっぱいいるのかな。早く宴会始めようよ。やっぱり俺って食いしん坊ね。この次のお話は、クーゾ海の温泉旅行。温泉使って元気100倍いっぱ。
違う。